皆さんこんにちは、外遊ぶチャンネルのココと、はい、その親父です。皆さんこんにちは、ココです。今日はあと1週間でハワイです。イエーイということでね、もう誰も見たくないと思うんですが、お父さんの手荷物紹介したいと思います。うん、確かにな、おっさんの荷物だでな、うんうん、誰も見たくないな、おっさんの荷物。さっと行きましょう、さらっとね、はい、じゃあ、もうあのあれだよね、あの個々の荷物とかは、はい、この間準備して紹介したんだよね。はい、紹介したのでぜひね見てくださいね。はい、じゃあ行きましょう。はいはい、どれから。じゃあこれから。はいはいはい、この辺はね、この間あのでもガジェット紹介で少し被るので、もうさらっといきましょう。この辺はスマホ用のぬるっと動画用のオズモモバイル2とか、まあ、それの三脚、あと何 GoPro、 あと360度カメラのリコーのシータ棒も、うん、ですね。はい、はいはいはい、次はこれ、これはサスヘッドコード。そうだね、これは充電のコードとかだね。はい、じゃこれ、うん、わあ、これなんですか。なんだ、開けてみて。ヘッドホンかな。あ、ヘッドホンだ、ほら、ヘッドホンだね。ヘッドホンです。Bluetooth の、あと普通のやつもあるよ。あ、こうなんかミニにしてるやつと、うん、iPhone とか買ったらもらえるやつそうだね、ついてくる。はい、はい、入れといてください。置いとく、うん、置いといて。はい、じゃあ次これ。あ、これいや紹介したか、これ。はいはいはい、これ、これは USB ポートですね、4口ある、これアンカーで結構高速だと思います。これアンカー、あ、これはアンカーの、ナノかな、一番小さいスピーカーです。はい、でモバイルバッテリー、そう、これモバイルバッテリー。このフィリップス意外とお気に入りなんだよね。ちょっとかっこよくない、一緒か、どれでもいいと、あともう一個、これもモバイルバッテリー、でかっ、ラブパオ、うん、でかい、でかいでしょ、これでかいし、これいいんだ、これここに、あれ AC もついてるんですよ。 AC? あ、うん、じゃあめっちゃ充電できる、うん、うわ、うん、あのワット数低いのなら電化製品もこれで使えるので、なんかこれ便利です。ちょっと重いけどね、これどうだろう、うん、350ml、これが普通のモバイルバッテリー、カンカンぐらい、もうちょっと倍あるね、倍以上ある、倍以上あるでしょ、ガンっていったね、うん、はいはい、ですね。パソコン、あとパソコンは、あまり使わないと思いますけど、一応パソコンとマウスと、これもアンカーのコードですね。これは何、これ、これ何だ、色を開けて、あ、これはまずこれ、カバンだね、まあ、これはあのポーチとして余ったんで使ってます。そう、ちょっとハワイっぽいでしょ、うん、ん、3人分の手荷物、うん、ん、違う、機内持ち込み紹介した時に、うん、パッキング紹介した時、そう、うん、3人の書類でやったやつの違うバージョン、そうそうそう、買いすぎた、うん、ポーチとして。ああ、これはあれか、防水ケースかな、それ iPhone X の防水ケースだな、海入る時とかの、うん、黒、うん、まあ置いとこう。はい、はいはい、いいよ、これは、はい、これは多分ペンとか、これ絶対コメント欄でさ、投げるなとか書かれちゃう、うん、そんな見とる人なんて大丈夫、え、見てるわ、はい、ペンとか、これはな、うん、謎のものです、まあ、ペンは絶対いるもんね、うん、まあ今あとなんか用がいい、もういいもういいもういい、見るタイム、何も入ってへん、あ、なんかゴールドのやつだ、なんかアクセサリー、アクセサリーこんだけしか持ってこないいらんし、こんないらんし、あとセンス、うん、センスですね、これはセンスかな、ほら、あ、そうそう、なんかお前と一緒に買ったセンスじゃない、ちょっとオーサムっていう雑貨屋さんで、なんかこういう丸いやつね、オーサム買ったの、これ多分それ丸っこいよ、セルシー、うん、丸っこい、ここのはアロハのなんかね、アロハの人かな、多分、はい、やっときます、はい、はい、そしたら以上、じゃあこれ、
まだまだこれはね、なんか予備のコードとかだね。ああ、うん、はいはいはい。これはカバン、ポシェットっぽいやつと、サコッシュの、まあ、ちょっとサコッシュというか、あの小さい、あのなんか本当財布とか大事なもんだけど、別やつで、これは絶対にもうね、ここら辺のやつ全部忘れても、うん、これは絶対にいる、うん、パスポート。なんだっけ、これ何？嘘でしょ。パスポート？あ、パスポートです、うん。これはもうあれだね、お母さんにも持ってってもらったらいいね。うん、ここね、ここ絶対。うん、渡しとくわ、怖いで。はいはい。財布で。はい、財布。これと一緒のメーカーかな。そうだね。もうあのリゾートなんで、アールディーズの派手派手の安い財布。いいでしょ、こんなんでも、うんうん、そんなにいい財布いらんでしょ。取られたら最悪じゃん、うん、あとこれ、メガネ、うん、サングラスな、サングラスはなんかもうあのご機嫌なトイサングラス、うん、これ横も派手なんだ、確か。あ、くしゃみが出ない。食べてみます。ほら、ご機嫌だね。もう下がってきた。これ安いトミサングラスですと、まあ、ちゃんとしたというか、ゴールジッパーのサングラスになってきます。はい、見てみて。なんか、こういうやつなの？ほら、黄色くなる。なんだこれ。たぶん今ね、ちょっとどつきのサングラスを頼んであるので、それが間に合ったらもうそっちを持っていきます。わぁ、もうはい、ちょっともうコンタクトはめるのめんどくさいね。はい、ずれてきとるよ、鼻が低すぎて。そうだよ、低い。はい、そしたら上、これそれは、あれだね、あの鍵、チェーンだね、うん、まあ、使うか使わんかわかりませんが、なんかちょっとした時にこれ、じゃあこれいきます。出す、出す。あ、いいよ、それはあれだね、首枕、ネックヒーローだね。あんまり使ったことない。ここの黄色のね、うん、ここを押すと、そうそう、それプシュプシュって押して空気が入ってきたら、この意外と時間かかる、結構時間かかる、うん、いいよいいよ。で、もう抜くときはここから抜くのかな、押すのかな、それ。あ、これ違う違う違う、ま、その今、抜けたところの真ん中を押す、押せ。こういうこと？そうそうそう、多分ギューって押しながら押しながら。いや、わからん、あの全然使ったことない、持っとるだけで。はい、よし。でじゃあ、これ無比、うん、無比、そう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 、お父さんあのアレルギー持ちなんで、うん、あの結構たまにジンマシンが出るんで、皮膚科の先生がジンマシン出た時にはとりあえずあの液無比を塗れっていうことなんで、お父さんはこの液無比を手放せませんという感じです。虚弱体質なんで、それはハンドクリーム、ハンドクリームかな、ハンドクリームだね、それ。今日の、うん、これなんか柑橘系のいい匂いだね。まあ何でもいいんだけどな、めっちゃ手が、うわ、落とした。そうだろう。じゃあ、持ちます。持つ、持つ。いい、大丈夫、大丈夫。はい、はい、はい。ちょっとはめといて。はい。今日さ、うん。あ、もういいや、後で、ね。うん。ちょっと関係ない話だから、うん、これで。でし。で、うん、これはね、あれあれ。あの、吸入器。あの、喉も弱いので。病弱なので喉も弱いので飛行機なんかがすごく乾燥するので、これに水を入れ、これに水を入れて、このうがい液をちょっとだけ垂らして、で口に、うん、そうそうそう、うわ、そうそうそう、そこの、あ、そう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 、そうやって、そうそうそう、え、そうだ、あ、なんかこれは飛行機のトイレでこそっとやって喉を味しない、なんかね、うん、こんな感じの匂いがした気が、うん、本当ちゃんと洗ったけどね、これ、う
本当はねこれ水を入れてやるんだけど、これ実はこれをちょろっと垂らすと非常に調子がいいというのを発見したので。そうなの、うん、です。でも丸くなる人もいるね、これ。それは何だろう、目薬とか。あ、それは、液体もの、目薬とかをジップロックに入れてある。漏れたら最悪だもん、うん、いや違うんだ、液体はあのこういう透明の袋に入れないためのは、うん、これはそれもね、ほとんど薬だね薬ばっかりだと思うわ。薬なんか鼻スースースティックがある、うん、と、あとなんかこういうやつと、うん、ライターと、ライターとね、なんかわからんけど、うん、薬だわ多分。あと薬とかコンセント、いや多分こういうところにも薬が入っとるのか。まあいいよ薬なんて、うん、うん、あと袋が入ってる、うん、多分予備の袋はこういう感じです。はい、これあのなんか添えるやつとか、うん、この大きいやつとちっちゃいやつと2個になって100円みたいなやつで売ってるから、うん、これはあのプール海とか上がった時とかに便利だと思います、うん、はい、はい、まあん、何これ、何だこれ、オーガニックボディシート、あはははは、あのボディ、うん、手とか体拭くシートだね、スッとするやつ。全然あのオーガニック興味ないんだけど、これもらったやつ、ちょっとカッコつけてオーガニックのボディシートです。全然オーガニックです、気にしてないです。で、最後に歯ブラシです。これ歯ブラシかな、うん、かわいい、なんか歯ブラシ、歯ブラシ、ジェルも可愛い、うん、足行儀悪い、あ、はい、歯磨きと歯磨き粉、うんうんうん、以上、うん、以上だよね、うん、以上、はい、です。あ、最後にこれ、うん、バッグ、バッグは、あ、これを入れていくバッグやね、グレゴリーが、うん、グレゴリーのリュックサック、うんうん、をどっちにしようか迷ってるみたいです。そうだね、これ形しか変わんないよ、形。そうなんだわ、そうなんだ、生地一緒で、これはあのモハベカモっていう柄なんだけど、なんで一緒の柄にしたの、うん、この柄が、うん、この柄が好きすぎて思わず違う形で2種類買っちゃったってでも実は買ったことすら忘れててあんまり使ってなかったっていうね。なのでどっちがいい、一緒かな、一緒だ、一緒なので、多分今ここが持ってる方が少しだけ27とか8とかで、こっちの右側が23ぐらいだと思うので、じゃあそっちの左側にしようかな。でもなんかかけるところがこっちはかっこよかったね、違う、かける、あ、そうだ、そうだ、一つちょっともう一重ついてる、でも今こっちは持てるんだよね、そうやってトートバッグみたいにね。ああ、こっちだとないから、まあ、いいね、ここないから、ここも、そうそう、まあこっちの方が大きいでこっちで持ってくかな、まあ、どうでもいいねはい、じゃあこっちで持っていくことにします。はい、はい、入るよな、はい、入るでしょ、うん、入るな、はい、はい、というわけでね、今日はみんなが興味ないいや、まあ興味ないと思うわ、お父さんの、はい、見ていただかなくて大丈夫です、紹介しました、はい、最後まで見てくれてありがとうございます、はい、ぜひね、3人分のスーツケースの中身とここの手にもぜひ見てくださいね、はい、バイバーイ、はーい、バイバイ。